公的手続きの窓口って1000個あんねん。まとめろ。なんか登録者数は、やっぱりね、数字で見る、人を見るの良くないけど、でも信用でもあるじゃん。登録者100億万人ですって言われたら、俺、誰とでもコラボするもんだって。初対面のゴリラさん、当時もゴリラさんなんか神格化してたから。熱き投杯を見逃すな。うちのおかんが今さ、歩くのにハマってるっつって、最近歩いて健康になろうとしてんねん言うてん、ね、で、スマホ使わんとなんか万歩計みたいなのがあってさ、ボタン一つで歩数稼いでくれるやつ。二日に一回1万歩ぐらい歩いてんのかな？すごいな、みたいな。めっちゃ歩くやん、おかん、みたいな。まあ、ほな、俺もちょっとは歩くか、つって。もう今日いろいろ、わちゃ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 、あるやん、なんかあの、大人ならやらなあかんさ、手続き的なやつ。いろいろやらなあかん、めんどくさーいやつ。マイナンバーカード作る的なやつね。事務的なあれこれ。溜まっておりまして。街中歩き回ったもん、ずっと。なんかプリンターで印刷しに行って、うちにプリンターなんかないからさ、コンビニにプリンターで印刷しに行って、で、これ印刷終わったと思ったら、うわ、忘れた、つって。あのデータ持ってくの忘れたっつって一旦帰るわとか言ってさ、炎天下の中行ったり来たり、シンプルきついね。暑すぎガチで。最初からタクシー使えばよかったと思っちゃった。なんか最初ここ行くんだと思って行ったところがさ、違うとこでさ、たらい回しの系、まあ完全に調べ不足なんですけど、あるあるやん、それうちじゃないっすねみたいな、それはどこどこですよって、はあ、そのさ、俺なんでここ来たんやろみたいな、たらい回しの系でさ、しょちゅうたらい回しの系、もうなんか俺の中でさ、ごちゃごちゃしたところやねん。もうなんかごちゃごちゃややこしいとこするところっていうイメージね。でもごちゃごちゃややこしいことをするところ以外にも、ごちゃごちゃややこしいことをするところがいっぱいあんねん。このごちゃごちゃややこしいところはこっちで、このごちゃごちゃややこしいところはこっちやねんみたいな、なんかそういう分かれ方するんよ。あ、これここでまとまらんねやみたいな。でも何しに来たのみたいな。でここまで歩いたし、そっちまで歩くか言うてもさ、もうなんかもう気がついたら駅2つ分ぐらい歩いとんだよ。本当さ、駅1個分も歩かんで済むから、まあまあ歩くか言うとったらさ、たらい回しの系やん。でもなんかもうここまで来てもうたら、なんかこっからタクシー乗ってそこまで行くもちゃうな、もうほな歩こうか言うて、いやー大変でしたよ。だから入れたくないね。公的手続きの窓口って1000個あんねん。まとめろ。多すぎや、まとめてくれ。今日はマシュマロを見る気なかった。あ、そういえばマシュマロで質問来てたや。迷える個人 V から来てたマシュマロ。こんにちは、いつも元気になれる配信ありがとうございます。ありがとうございます。私も YouTube を5年やっているのですが、コラボをお誘いしたいのですが、登録者数100人しかおらず、なかなか声をかけられず、5年目なのに一人もコラボをやったことがありません。いつかメーカーさんともコラボをしたいです。そこでメーカーさんのコラボをする条件をお聞きしたいですと。迷える、あ、でも V かわからん、迷える YouTuber さんからご連絡いただきました。ありがとうございます。まあ、コラボの条件って、なんか別に、登録者何人以上で、とか、そういうのは、まあ、ないです。ないですけど、なんかあれだよね、その、登録者数ってさ、どうしてもなんか、知らないじゃん、お互いのこと。で、俺はさ、なんかコラボするときやっぱさ、やってみて、あ、めっちゃ来ます、え、めっちゃ来ますってなるの嫌やん。気使って喋られへんとかも嫌やし。とか、俺がさ、ゲームで負けが込んでさ、不機嫌になっても嫌じゃん。俺自身が不機嫌になって、その人が、バタバタってしちゃっても悪いから。で、なんかやっぱ信用できる人と、やるだけなんだけど、そう、全く知らない人といきなりやるのやっぱ難しいよね。だからなんかコラボするにあたって、自分のことを伝えないとやっぱ大変だと思う。ね、誘う時に。で、自分のことを伝えるにあたって、やっぱただ一緒に遊ぶはイメージがつきにくいよね。で、初めましての人とゲームするときって、俺やっぱ事前にその人のこと調べるし、こんな人なんだ、ふーん、みたいな。じゃあこういうことを聞いたら喜んでくれそうかな、とか、そういうのを考えるわけよ。俺は。俺のことを知らないと思うから、こういう身内ネタやめようとかさ、なんかいろいろ気使うこともあるじゃん。登録者数がどうのこうのじゃなく、あなた自身のことを誘うときにどううまく伝えられるかと、で、その上でこう、何をするかよね。で、その何をするかの何かを、ちょっと結構考えなきゃ難しいと思う。初対面の人やったらね。はじめまして、だって俺もないもん。はじめまして、コラボのお誘いをさせてくださいってことは、やっぱなかなかない。今まで俺が初めましてを積み重ねてこれたのは、いろんな大会でごちゃ混ぜにされて一緒になったとか、そこでたまたま一緒になって話して面白い人だなってなったりとか、なんかそういうきっかけきっかけがちょっとずつちょっとずつ積み重なって、友達の友達とかね、例えば間に誰か挟んでくれて、俺と初めましての人呼んでくれて、でそれで3人でエイペックスやったりとか、なんかそういうね、なんかそういう友達の友達から広がったりとか、そういうのが始まるから、俺はその大会とか、もう活動も長いからさ、5年間俺もやってきて、そのツイッターとかでさ、いろんな友達とかもちょっとずつ増えて、ツイッター同士やり取りしてな、そうやって輪が広がっていったからなんだけど、もしそれがないんだとしたら、自分が何かをさ持っていかなきゃいけないんだと思う。こういう企画をやりたくて、あなたに出てほしいんですよ、
こういうことやりたくて、あなたがいたら絶対に面白くなると思うんです、あなたじゃないとダメなんですっていうのを感じて、俺もその企画例えば飛んできた時に、あ、確かに送ってくれたこの人と俺だからできるこれだわって思ったらやるもん。過去にも何回かあったよ、おにんこジッパーズとかで、なんか動画たまたま見ておもろいのは知ってたから、なんかこういうのやりたいんすよって勧められて、あ、いいよみたいな。そうそう、だからなんかあの、ただ一緒に遊びたいだけですだったら、そんなんいっぱいいるじゃん。ありがたいことに俺と遊びたいって言ってくれる人はありがたいことにいてくれるので、で俺が遊びたいなって思える何かがあればウィンウィン。一方通行だとね、結局片方だけになって、いやでも俺あなたのこと知らないから楽しいかわからないもんってなっちゃう。だからお声掛けするんだったら、やっぱこういうことしたくってあなたが必要なんですっていうことをうまく伝えないと難しいか。友達まで行ったらね、気楽に誘えるけどね、もう1回2回話したぐらいだったらさ、やっぱりちゃんと考えたくなっちゃうよね、こうしなきゃああしなきゃね。だからやった終わった後にさ、その人が楽しかったって言ってもらえるように俺は気使うから、そういうのが大事かもです。なんか登録者数はやっぱりね、数字で見る人を見るの良くないけど、でも信用でもあるじゃん。登録者100億万人ですって言われたら、俺誰とでもコラボするもんだって登録者100億万人です、私とコラボしませんか、あ、はい、します、喜んで。だってもうその人のこと全然知らなくてもさ、どんだけおもんなくなったとしても俺おもろくするもん。もう俺がおもろいってこと知ってもらおうってなるもん、そんな声かけられたら。その時点でだってどうしてもメリットだもんね。やっぱになんか俺自身もやっぱね、呼びづらいとかあるよ。友達だけどすごい人気売れっ子だから、ちょっと声かけるの悪いなっつって声かけないことたくさんある。やし、なんか俺と同じぐらいだったらやっぱり気楽、そう、なんかもらってる感じがしちゃうんだよな、どうしても。気使うで。活動で初めてコラボした時、うわ、なんだったっけ、初めてのコラボってどれだ。でも誘われた気がする。なんか当時はなんか 何日デビュー組みたいな、なんかそういうノリがあったんよ。すごいツイッターでの交流が盛んで、家族じゃない、おかんやわ、ほんまや。初めてのコラボはおかんなんで、僕から誘いました。おもろくなるから付き合ってくれっつって誘いましたね。そういえばそうです。ゴリラさんはいつだったっけ、お花見みたいなやつやったんだよな。なんか当時オボロリュウとかいうのがいて、そいつが主催してくれて声かけて回った感じで、なんかオボロリュウはなんかそうやってこういう企画やりたくてこんなことやりたいんですみたいな、でぜひ出てほしいっていう風に初対面のゴリラさん、当時もゴリラさんなんか神格化してたから、おい、ゴリラさん声かけんのっつって、え、ゴリラさん声かけんの無理だよどうせ、俺たちなんか愛人されないやみたいなこと俺言ってたんだけど、おぼろはちゃんと企画練ってゴリラさんにうんと言わせた。あ、オリジナル曲収録の話聞きたいです。いいですね、オリジナル曲。あのボイタルの先生にね、収録スタジオおすすめのとこあります言うて、値段が控えめな上に品質もバッチリですみたいなとこ教えてもらって、そこ行ったの。俺もやっぱね、去年喉ボロッボロやったやん。であの時喉のケアすごい勉強して、ご飯食べてすぐ寝ない、逆流性食道炎っていう胃液が上がってきて喉が荒れるからね、寝る時は上体を起こす。当時は食べてから3時間以上空けた上で上体を起こして寝てた。クッションで人をダメにするクッションをベッドの上に置いて、俺背中にこうもたれかけて寝てたんよ、リクライニング状態で。案外寝れたけど、ね、でもやっぱ横になって寝たかった。でそれで寝て、で加湿器はもちろんつけます。でマスクつけて、収録の直前あたりは12時前に寝るようにして、12時から2時の間になんか修復が行われるんやって。で声もさ極力出さないようにして、配信以外はもう俺ずっと無言、誰かとの通話とかも控えてさ、ずっと無言で。収録までの2週間、めちゃくちゃケアしたんやんか。すんげー声出た。ボイトの先生驚いてたもん、今までで一番声出てますねっつって。最近さ本当に良くなったの。たまに喉がらつくなって瞬間あるんだけど、歌ってると全然声出るし、もうあの喉のボロつき感じない。本当に治った、よかったわ。もう寝るたび寝るたびさ胃液上がってきてさ、何も食ってないのに胃液が上がってきて、すげえやだったんだよな。喉がヒリヒリしてさ、毎朝起きて喉ボロボロで絶望すんの、あーっつって。今日も良くなってないわ、めっちゃしんどかった。1年半病院に通い続けたからね。今もう全然通ってない病院、あんだけお世話になったけど。それ以来食べてすぐは寝ないはやっぱ徹底してるし、どうしても眠い時はね状態を起こしてる。でも最近は横になってるよ、今横になって寝てる。うん、当時ほんまに終わったからな。寝る前にステーキ食い行こうっつってガツガツガツ、ふう腹いっぱいパタグーグーやったからさそらそうなるよなって。もう俺の仕事から喉をよく使うから、どんどん喉が悪くなっちゃって大変だったんだよな。まあ自らが前と種なんだよね。で腰とかも悪くなったんだけどね、俺分かったんだよね、あの腰悪くしてたのエイペックスのせい。俺エイペックスするときすげえ姿勢悪いんだと思う。なんかモニターを食い入るように見てさ、真ん中に集中するわけじゃん、すごい姿勢悪くて。毎日エイペックスやってるとき俺整体に週1で通っとったもんな。
でもちょっともう治らない、それは。腰のために姿勢を直すと、だって FPS の戦闘力落ちちゃうもん。必死だから。APEX やんなくなってからね、腰全然辛くない。腰は大事にせなあかんからね。いやだからね、椅子もいいの買ってさ、って。やっぱこの椅子いいよ。すごくいい。ちゃんと座りに行ったんだよ、お店まで行って。座ってさ、これちゃうな、これちゃうな。あ、これ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 いいっつって。もうこの後ろのやつ、これ。ほら。まんまこれ。この黄色いやつ。俺のカラーにした。いい黄色なんだよな。すげえ好き。この椅子気に入ってる。兄貴なみなみっすー兄貴もどうすかえ、どうすかうわチャンネル登録、高評価、よろしくお願いするっすー